ワンです。アントニオさんです。ご無沙汰してます。はい、メガネを変えてですね、しばらく経つんですけど、誰もメガネ変えましたねって気づいてくれないんですよね。これ動画で言ってないんだけど、気づいてくれた人いますかねやっぱね、こういうのって気づかれたいですよね、誰も気づいてくれない。今日なんですけど、動画がすっかり空いてしまいまして、大変申し訳ありません。その中でですね、王者が来日するということで、いろいろツイッターの中でも盛り上がっておりますけれども、その中で一つ、今週、前回動画アップしてから今日までの間に一つお祭りがありましたね。何かっていうと、最速選考の発表がありました。自分の行きたい公演の中での座席の指定ですね、それを選んで第3希望まで選べるんで、そこから抽選にかかって、選ばれれば、その当選という返事が来るという流れだったわけなんですが、当の私、抽選どうだったのかということを発表させていただきますと、当選です。4月11日の、ゼップダイバーシティ東京におきましてね、VIP チケ当たりました。わーい、やったよ、当たったよ。これで、王者を見るという第一目標は突破しました。なのでこっから先ですね、実はね、もうちょっと見たいんだよね。だから名古屋か大阪行きたいんですよ。だけど名古屋はねちょっと無理なんで、大阪って考えてるんですけど、車がねまた不調になっちゃってね、それの費用がもうとんでもないことになってまして、であとまあ個人的にもちょっといろいろね起こりすぎましてね、ちょっと大阪行きたいんだけど行けっかなっていう状況ですね。これはちょっとギリギリまで考えます。当日券が出てたら当日券で滑り込むとか、まあいろいろやり方はあるはずなんで考えます。はい、まあ、とにかく5月11日の東京 VIP は当たりましたんで、これいきます。よろしくお願いします。先日王者のソロ40周年の動画に関してまあ打ち合わせしたんですけどね、その中で会場とか期間がね、準備期間がすごい短い、これなんでだろうねという話になりましてね、まあいろいろ憶測しかできないんですけど、だから私が思っているところでちょっとお話しさせていただきます。まずね、会場がね全部ゼップ東京、ゼップ大阪、ゼップ名古屋っていうことなんですけど、ゼップなんですよね。でこれ今日ね、浜田真理さんの解放が届いてて、その中でね、真理さんがインタビューでもちらっと言ってたんですよ。ゼップで会場をどっか一つ押さえると、全国的に他のゼップを使わなきゃいけないっていうような暗黙の了解があったっていうことなんですね。うん、だからゼップでやるんだったらゼップしか使えないっていう、規則じゃないけどね、やっぱそういうことがあったんでしょう。忖度ですね。はい、で王者の今回のことに当てはめてみると、果たしてこれ最初からゼップで取ったのかなっていうところは私思うんですね。はい、でだけどもう一つ可能性が考えられるのは、7、9、11で別の人がね、もしかしたら抑えてたのかもしれない。それが破綻して、そこにちょうど予定が合う人を探してた時に王者が浮上してパッて入ったんじゃないのかなということも考えられますね。だけどね、これはね、やっぱ知る人ぞ知るっていう関係者の方の、ね、努力もありますし、やっぱこうやって来日公演実現してくださったっていうことに対してね、やっぱり拍手もんですからね、あまりそういうことは考えたくないんですが、だけれどもやっぱり準備期間のこの短さっていうのはね、みんな言ってますよ。本当準備期間が短すぎてね、全ツアーするだけのね、やっぱ余裕、時間的なものとお金のこととね、やっぱ王者だったら出すよという人いるわけですよ。だからそういうところをね、考えてほしかったなと。だそれがね、なんでこんだけ準備期間短いのかっていうことを考えると、
やっぱり突然決まったんじゃないのかな、突然王者になったんじゃないのかなっていうとこなんですよね。うん、それ以外考えられないね。だって1ヶ月、2ヶ月切ってるんだもんね、発表時点でね。他のアーティストだって、半年以上前、ね、もっと前に発表してる方いっぱいいるじゃないですか。なんで今回の王者だけそんな切羽詰まったようなね、進行の仕方になったのかなっていうところだけ、なんだかなっていう気はしますけども、だけどやっぱりさっきも言った通り、いいオファーを待ってると言われてた中で 王者を呼んでくれた招致会社には本当に拍手ですんで、そこはありがたく受け取って、5月11日 VIP 当たったということで行ってきます。よろしくお願いします。あともう一つですよね、この VIP の内容、これ後でね、VIP の特典っていうの、それ発表しますっていうことで出したんだけど、まだ発表はないですよね。それが何かっていうのもね、気になりますっていうか楽しみですしね。で、このね、VIP が、2万2000円で、2階が指定席なんだね。それが1万7000円。価格差5000円ですよね。だからこの5000円のアドバンテージを考えたときに、ミートアンドグリートはさすがにないなって私は考えてます。たった5000円の利幅でミートアンドグリートはやらないでしょう。もっと利幅の取れる方法やるでしょうね。ミーグリ専用のね、チケットを出して、チケット持ってる人が買えますよと。もしかしたらその VIP の特典っていうのが、まさにそれかもしれない。追加でお金出すような機会になるかもしれないですしね。もしそうなった時にはね、ミートアンドグリート申し込んだ上で大阪行くのはやめるかな、って考えてます。だけども今のところはこの VIP の中身が何なのかというのを心待ちにしております。発表お待ちしております。これ撮影してるの5月、4月の14日なんで、1ヶ月切りました。王者が来るまで1ヶ月切った。他のアジア回ってから日本来るんですよね。確か前がシンガポールだった気がするんだけど、それ終わって5月の7日にね、名古屋公演があるっていうことは、5月の4日か5日ぐらいには多分日本来てるんでしょうね。で、この前彦さんと話してたけど、どこの空港来るのかなと。名古屋のセントラルに直接来るのか。ね、まあ東京に来て、羽田か成田に来て、そこからね、名古屋に行くっていうことも考えられなくもないですけど、まあそういうところでね、ちょっといろいろ気にするようになってきた。まあそれだけライブが近いっていう証拠ですね。あと1ヶ月切ってますんで、ぜひ、ライブ行きましょう。そこでね、皆様とお目にかかれることを楽しみにしております。アントニオさんでした。